これですよ、2.5。 もう正直誰が投げても釣れると思うぐらいな簡単な、ね、アクションで釣れちゃうんです。あれ、あ、でかいね、でかい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 。皆さんこんにちは。こんにちは。今回ね、はい、琵琶湖にね、やってきました。そうなんです。呼んできたんだね、僕が呼んだの。ジムさんにね、はい、呼んでいただきました。ありがとうございます。なんでかっていうと、はい、ジムさん明らかに釣ってるから。おお。2.5 インチの、はい、ちっちゃいルアーを使ってるから、はい、なんかちっちゃいルアーかよって思うかもしれないけど、でも心僕から見てもちょっとあの数が一番。マジっすか。うわ、嬉しいお言葉。やっぱりコツを掴んでると思うんですよ、うんうん。まあそのコツを掴んでるところをちょっと僕は分析したいなと思って。いやー、ちょっと緊張しちゃいますね。でもひょっとしたら今の琵琶湖にやっぱり合ってるかもしれないですよね。あ、本当ですか。あの、その魚を釣るっていう意味ではなんかみんな恥ずかしがってやんないとこあるんですよ。そうなんですか。そうですね、もうちょっとオープンにしたいですよね。いやいや、みんな実際釣りてえやろ。うん、そうですよね。格好つけてて釣ったら喜ぶやろ。確かに確かに、そうですよね。釣ったら魚みたい。これですよ、 2.5。 めちゃめちゃちっちゃい。ちっちゃいね。キムさんちっちゃいと思ってるんですか。でもこれちゃんとちっちゃいで自覚して使ってるんですか。いや、これはでもね、僕の中では通常サイズ。4.5 はビッグベイトですからね、僕の中で。5.5 はジャイアントベイトかな。そうなりますよね。もう正直誰が投げても釣れると思うぐらいな簡単な、ね、アクションで釣れちゃうんで怖いわ。どんな結果が出るかが。全然釣れなかった。さあ、これがね、私のね、あのストボックスなんですよ。ベント箱みたいなやつですよ。OL のこれが僕のね、主食なんですよ。こっちがまずね、2.5でね、好きなカラーがね、これなんですよ。スカパのブルーですね。これもね、めちゃくちゃね、好きで、あとね、もう一つがこれ、もうグリーパンピンク。もうこの2つでもうめっちゃ釣れるんですよ。そうなん、似たような色ですね。まあ、あれ共通点でもブルーラメですね。あ、そういうことなんです。あ、スカッパのバグブルーは、はい、濁り最強カラーなんで。濁りさ、だからか。濁り最強カラー。だから誤算でめっちゃ効くんです、ね。グリーンパンピンクはそれよりちょっとナチュラルな感じですね。あ、そういう感じなんですね。うん、グリーンパンプキンとピンクのツートンに青ラメが入ってるって。これめちゃくちゃ釣れるんだよな。確かにこの2つは僕もかなり好きだから。あ、本当ですか。ああ、いや、僕すごい使用頻度の高いからですね。あ、やっぱそうなんですね。17番と15番ですね。新刊をね、それ大事ですね。うん、もうそんなね、うん、タングステンとかそんな高級じゃなくて、これなんですよ。リクさん見たことあります。これウォーターグラブリーにしよう。すげえすげえ、知ってるんですか。そう、このね、もうほんとね、ちっちゃいな。ウォータークレムリン知ってるけど、そんなちっちゃいの使わへん。もうこれはね、何番ですか。これはね、BB って書いてある。 BB、 あ、さ、一番下のやつだ。一番下のやつ。これでいいんですよ。ちっちゃい。これがボトムに落ちると、ただね、うん、ちょっとね、ボトム取るのが難しいかもしれないけど、琵琶湖だと、うんうんうん、だけどね、これで浮かせないように浮かしてくると、もうこれがね、こういうね、めちゃめちゃいい動きするね。それはね、もうね、それでいいかも、釣りしてもらいます。うんちくが長くなっちゃって。ライン何ポンドなんですか。ラインは4ポンドです。ライン4ポンド、4ポンドです。その方がこれ、ウルトラライト、ライト、あの、どっちかというと UL 系のウルトラライト系の。頑張ってきました。まあ、5さんだったらそんぐらいですもんね。そうそうそう、5さんだったら全然これでいいんですよ。5さんがだと思ってやっております。景色違うな。護岸沿いが欲しいもん、護岸沿いが。杭が欲しいもん。色が見えますね。
これ、ほれ、ほれの1投目だよこれ、やばいよこれ、ねえ、こういうことですよ、ゴサンガーのサイズですよこれ、ねえ、これキムさんの動画で見るやつこれ僕にとってはね、これね、もうね、めちゃめちゃいいサイズ、うわぁ、嬉しい、よかったね、すごくない？すごい、1投目だよ1投目だもんね、これですよ、これこれが 2.5 のパーですよ、変わらないのそんな大したことやってないでしょそれだけどね、ボトム取ってくるこんなね、ね、ビッグ、もういいサイズが来るんですよやったー、嬉しい、1匹目、やったあの音楽が聞こえてきた、俺イエーイ、簡単っすねこんなイージーなのか見てて通用したとこやってみよう、めっちゃ地味ですね、地味ですね、再生回数回らないやつ結構小さいとかっていう場所とかって分かるかもう、そうっすね、まあ大体その季節によってそういうとこ出てきやすい、そういうとこ溜まりやすい場所が、あのゴサンガーでいいことするときあのあそこでめっちゃ釣ったじゃないですか、うん、あれが衝撃でしたもんね、あの同じとこでめっちゃ、なるほどね、うん、あれは僕らの中ではそう一回釣ったところで何回は釣れるというのは、うん、すごい感覚がやっぱ全然違いますよね、一回行ってあもう一回釣ったら荒らしちゃったからみたいな感じで、うん、大体移動するんですけど、大体一匹釣れた時ってめっちゃいることの可能性が高いと思います、本当ですか、うん、感覚的にはなんかたまたまいた一匹が釣れたって思うじゃないですか、はいはいはい、その後当たんないから、うん、でも一匹釣れた時っていうのはもう5匹とか、はいはいはい、あそういうことなんだ、うん、あんだけバイトがあるってことは かける何倍でいるはず、あもうめっちゃいるって3匹いた3匹釣ったわけじゃないですかって考えてた方が絶対そういう可能性としては高いです。で実際3匹いたのが3匹釣れたかもしれないですけど、その可能性は極めて低いです。へえ、はいうん。本当に10匹とか15匹ぐらいいた群れがいた中のが釣れたぐらいって思ったと可能性の方が高いですね。もしくは10匹とか15匹いたうちの1匹が釣れるだけです。ああそういうことなんですね、はい。タイミングで釣れるだけなんで、魚がずっとそこにいて、基本的には考え方としては。タイミングが長ければそこから何本か抜けるんですけど、はい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 、だいたいタイミングって短いね、特にプレッシャーかかってるところとか、そういうことなんですね、状況が良かったりしてたくさん釣れるのはそのタイミングが長いっていうだけです。ああなるほど、どっちかっていうと魚のいるところにさえ行ってたら、魚が行っても食わないっていう方が多いですよね、バスは。そういうことなんですね。そう、それがタイミングだったり釣り方だったりが合ってると釣れる。お、来た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 今日ちょっとサイズ上がったの、ちょっとサイズ上がったじゃないですか、ね、いや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 、上等上等、やっぱりどこにあるどこにある釣りが強すぎるのってことか、ねえ、およっしゃすごくない、3匹目早くないこれ、大丈夫これ、ちょっと地味になってないやったやった、でもこのいうサイズを狙うっていう釣りとしてはそれで成立してますもんねポンポコポンポコ釣れるよって言ったらね、むしろあれでしょ、30とか40ぐらいに釣れたら下道でしょ、あそうそう、もうあのもう違う種類の魚が釣れたようなもんでしょ、狙ってないサイズなんだよねちょっと御三家よりは深いじゃないですか、深いですね、そう、御三家だと水深が1メートルもないぐらい、はいはいはい、そのぐらいでやってみてくださいよ、だと思って待つ時間とかもいい、そう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 、そんぐらいのレンジの方が反応しやすいかもしれない、あ、逆に、うん、あんまり沈めない方が、あ、そう、わかんないですけどね、そのちょっとレンジをそういう風にちょっとチェックしてもいいかもしれない、じゃあこれ浮いてても釣れることは釣れる、釣れます釣れます、あ、全然全然、だもう本当に極端なこと言ったらもうちょっと表層から始めてもいいぐらい、マジですか、うん、うん、ルアーを動かすときにスピードをだいたいアリが歩くぐらいのスピードってぐらいまで、最初のうちはその巻いてくるんじゃなくて、はい、ここでシェイクだけしてて、あ、わかりました、ずっとそうしたら動かなくなるんで、はい、ちょっとずつちょっと竿の角度を上げていく、そうすることによって引っ張られていくんで、へ、そうしたら竿がこう上げてった分だけルアーが動いてるのが感覚的にはわかりやすいんで、で、あ、そっちの方がわかりやすいですよね、で上ある程度まで行ったらこうもう上げれなくなるんで、その分だけを巻く感じで、それの繰り返し、
でその時に一回そこにが、うん、浮いてるのかなついてるのかなってこうやって確認してもいいかもしれない。この時に。あ、本当ですね、うん、大体の人が動かしすぎなんでね。ああ、そうなんですね、うん、起きた、ほらほら引いてるね。おお、やがられた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 、マジこっちも来た。すごい、入った、入った、入った、すごい、ダブルヒット、ダブルヒット、やったー、オッケーオッケー。もんちゃんのもちょっとサイズ上がったね。え、あ、本当に良かったけど、このね、じゃ、このね、ミーティングはね、こっちは会社でしたけど、こっちはファイトしてるからね。あ、マジまだ戦ってんの。抜いちゃう、抜いちゃって大丈夫だよ。抜ける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 。オッケー。オッケーオッケー。あ、あのスライダーにしたんや。あのスライダーにしました。ええー。綺麗ですね。スライダー三本つけたんですよ。あのストーリー。三本。え、そうなの？今2本になっちゃってましたけども。すごい。で、一、うん、本、あの普通の、うん、チョンガ系。うん、ちょんがけ、ワッキー、ちょんがけにしたら本当だ、変な動きしてる人もできたんだぞ。すごいね、やったね、面白いね、面白い、へぇー、やった、サイズアップ、2.5、可能性あるぞ、これ。ちゃんも来ました、あのスライダーのダウンショットでサイズアップです、やりました、やったね、イエーイ。でかい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 、それでかい、ゆっくり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 